昨夜は遅くまで散々付き合わせたからな。まだ少し眠らせてやるか。何を考えた？俺は。まさか女のことをおもんばかったのか。起こしては悪い、とでも。くだらん。大体お前のせいだ。夜明け前に目覚めたからといって、手心を加えてやる必要などなかったな。起きるまで遊んでやればよかった。次はそうするか。いや、今からでも遅くはない。もう一度、布団の中に引きずり込んでやろうか。いや、俺自身にもよくわからんのだが。気が紛れずとも、手間は減るだろうしな。おい、リリー。黙って言え。お前にやらせた方が楽だ。日頃から面倒だと思っていたしな。邪魔になる。切るのも面倒だ。悪くない。悪くない。たまに、いや、これからは毎朝やらせるか。
リリー関係ない。それがなんだ？もっとだ、リリー。声を聞かせろ。自分から教えてくれとねだったくせに、名を呼ばないのか？呼べ。そうだ、声が枯れるまで俺を呼べ。